こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはチキンサラダです。チキンサラダ、昨日の鶏たたきとあんま変わんないんですけど、一応チキンサラダ。主食はうどんです。うどん、酢うどん、ウインナー野菜炒め、ウインナー野菜炒め、以上です。ピーナッツは食べないようにする予定です。肝心の体重ですね。昨日ピーナッツ食べてしもたから太ってるとは思うんですけどね。きっちり太りましたね。ピーナッツ食べた分きっちり太ってます。体重 55.4、 体重 55.4、 体脂肪率 12.9、 体重 55.4、 500g 増えました。体脂肪率 12.9、基礎代謝1299、内臓脂肪レベル4、筋肉量 45.8、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.4、 体脂肪率 12.9、 基礎代謝1299、内臓脂肪レベル4。もう一度、サムネイルがチキンサラダ、鶏サラダ、キャベツと鶏のたたきとです。で、酢うどん、ウインナー野菜炒め。